中国軍による台湾包囲演習は苔脅し、実戦なら台湾のミサイルの工事。台湾で頼み政徳総統の就任式が5月20日、台北で実施された。その時、頼み政徳総統は、中華民国台湾は主権独立国家である。中略、中華民国と中華人民共和国。中国は互いに隷属していないと国際社会に向け発言した。1、中国軍演習区域設定への疑問。 中国はこの発言に反発して5月23日から24日の2日間統合演習連合利権2024アンペアを実施した中国軍の東部戦区台湾対岸の一作報道官によれば今回の軍事演習の目的は台湾独立分裂勢力を懲らしめ外部勢力の干渉や挑発に対して厳重に警告するものだというそして中国の軍事演習区域随地参照を、 台湾の全州及び台湾の離島で中国に近い金門と馬ソレットなどを取り囲むように設定し示した。図1、中国軍の演習会域。2024年5月23から24日、軍事演習会域の図が日本のテレビ、新聞などのメディアに大量に流れた。私はこの情報に中国の作為的な意図を感じた。なぜなら中国軍の今回の動きは平時にはできるだろうが。 ミサイルは飛び交う有事にできるのかという疑問を持ったからである。台湾に脅威を感じさせる中国軍の情報戦ではないかと思ったのである。そこで、両軍が戦う有事に、中国軍は本当に今回の演習での動きができるのか分析してみた。2、今回の中国軍演習の実際の動き、台湾国防部の発表によれば、中国軍が台湾周辺海域で活動したのは、5月23日には空軍機49機。 中間戦公衛35機、海軍等、艇二26隻、海警局船7隻、5月24日には空軍機62機、47機、海軍艦艇二27隻であった。この演習は、東部戦区司令部が陸軍、海軍、空軍、ロケット軍などの部隊を組織し、台湾島周辺で共同訓練を実施し、軍部隊の統合作戦能力を検証したものである。この作戦の目的は、 台湾独立を主張する勢力を凝らしめ、外部勢力による干渉を阻止することとしている。この式は、中国軍全体を統括する統合司令部ではなく、台湾の対岸である東部戦区、5つのうち1つ、司令部が実施したものである。全軍による統合ではなく、一作という局地的演習だった。3. ペロシマイカイ議長の法退時の演習と比較、2022年8月2から3日の南シーペロシマイカイ議長、 当時の法会時、中国の対応はどうだったのか。中間戦声は8月3日に48機、8月4日に22機、8月5日に49機であり、艦艇の台湾への接近は空軍機よりも遅れて出現し、8月6から8日までは毎日13から14隻、その後10日までは10隻であった。また、台湾周辺に演習範囲を5カ所設定し、弾道ミサイルを撃ち込んだ。 中国軍の演習海域今回、赤色とペロシ包帯時、灰色、ペロシ会議長の包帯時と今回のものを比較した。台湾を取り囲むように設定した演習海域を図で見ると、位置は異なるものの、台湾は包囲するという形は同じである。つまり台湾を封鎖するというイメージである。しかし、これらの中国軍の行動は、軍事的に見て台湾封鎖が可能なのか疑問を持った。 台湾封鎖のイメージづくり、台湾を取り囲む演習海域は、2022年8月の米国会議長包帯の時と類似し、台湾の監視区域に入っていて、台湾を囲むように設定されている。そして、そのほとんどが台湾の港への入港や出港を監視、停止させることが可能であるかのように見える。台湾を海上封鎖するぞというイメージを与えているようだ。中国中央テレビは、今回の演習、 連合利権2024アンペアについて、中国軍ごと専門家の見方ということで、1、台湾封鎖の新モデル実施の訓練に重点を置いたもの、2、台湾最大の港、高尾港があり、物流や貿易にダメージを与えるということを付け加えて放送した。中国軍が台湾の海洋封鎖という目的を直接発表すると、国際社会と台湾への刺激が大きく、反発を招きかねないので、 専門家に間接的に言わせているのだ。中国が台湾と日本に有事にこのような形で台湾封鎖があると思わせている。とはいえ、台湾の交通当局によると、演習による交通への影響はなく、航空機などは通常通りに運行していたということだった。台湾は中国軍のこのような行動に慣れている。また、客観的、冷静に見てもいる。五、台湾の海上封鎖は現実的に可能か 中国は演習海域を台湾周辺に図しして公表することによって台湾は包囲、海上封鎖するかのように見せている。今回の演習が台湾有事において現実的に可能なのか仮想的なのかは戦えばどのようになるのかについてシナリオ検討をしなければわからない。その検討をしないで包囲だ、海上封鎖だというのは中国の認知戦に活かされてしまうことになる。そこで 有事に今回図示した海域で海上封鎖が現実的なのかについて次に分析する。1. 中国軍艦による台湾封鎖。台湾は、対艦ミサイルでは、米国製の、ハープーン、射程120から320キロ。国産の、U 風2、射程約160キロ及び、U 風3、射程約400キロを保有している。このミサイルの制圧範囲を図示すると、図3の通りである。図3。 台湾軍の対艦ミサイルの制圧範囲、ズイオン、台湾軍による対艦ミサイル攻撃のイメージ図、中国軍が示した演習海域に台湾軍のミサイル制圧範囲を重ね合わせると、演習海域はその中に入る。ということは、海面上に浮かぶ中国海軍軍艦は、台湾軍のミサイルが命中して、撃破されるということである。ウクライナでの戦争を見ると、 ロシアの軍艦は、飛翔し、向かってくるウクライナの対艦ミサイルを撃墜できなかった。そして、批弾して大破している。2022年に襲撃したばかりの軍艦も撃破されてしまっている。中国の兵器は、ロシアと同じものか派生型なので、今、国会で起きていることと同じことが起きるだろう。つまり、台湾軍の対艦ミサイルの射程内に入れば、ことごとく大破されてしまうということになる。とすれば、 中国軍艦艇が中国が設定した海域に存続することは不可能である。有事、中国軍艦艇は台湾軍の対艦ミサイルの射程外でなければ行動することはできないのである。結果、中国軍が今回示した海域において台湾軍を包囲して海上封鎖することは不可能であり、非現実的な仮想の話となる。二、機雷散布よる攻撃、中国海軍軍艦が ここで示した海域で、機雷を散布することは可能だろうか。台湾軍は、この海域の機雷不石船に対して、対艦ミサイルを発射して、その艦を撃破することになる。よって、中国軍軍艦による機雷不石は、極めて難しいと見るべきだろう。また、機雷の散布がいくつか成功するとしても、この機雷は、中国軍が台湾に行き、上陸進行するときに、中国軍側の障害になってしまう。 台湾周辺や台湾海峡への嫌い不説は上陸を起とする中国軍にとって戦術的な合理性がない。では、中国はどうするのか。中国は台湾周辺に実際に嫌いを散布しないで散布したという情報を流して台湾を混乱させる方法を取るだろう。情報戦だけという可能性が高い。日本と台湾は有事に中国の情報戦によって混乱することがないようにしなければならない。 潜水艦による攻撃、中国軍が実際に機雷を付設できないのであれば、台湾封鎖のために何をするか。この海域で、中国の潜水艦が水面下で活動して、台湾の港に入港、出港しようとする船舶に対して攻撃するという考えがある。しかし、台湾周辺で中国軍の航空優勢が取れない海域では、中国軍の潜水艦は、対戦ヘリなどにより撃沈されることになるだろう。この場合、 日米が協力すれば、その作戦効果は大きい。4. 中国軍機の台湾周回飛行による攻撃。今回、中国軍機は台湾海峡及び台湾の南西からと、日本の南西諸島を経由して北方から台湾に接近した。それらの一部は、そのまま台湾の東側に沿うように飛行して、中国に戻った。図後、今回の中国軍の台湾接近飛行状況、5月24から25日。 台湾軍対空ミサイルの制圧範囲では、中国軍は、この行動を有事に実行できるのか。台湾軍は、米国製の、パトリオットミサイル2、航空目標の射程約160キロと、パトリオットミサイル3、弾道ミサイル目標の射程約30キロを保有している。これらの射程内を、中国軍戦闘機などが飛行すれば、台湾側の防空ミサイルで撃墜される。だから、有事では、 今回実施したような飛行は実施できないのだ。したがって、仮想的なものだと言ってよい。ウクライナの戦争では、ロシア軍戦闘機がウクライナ軍の防空ミサイル、特にパトリオットミサイルの射程に入って撃墜されている。現在では、ロシア軍機はこれらの各種ミサイルの射程内には侵入していないのである。このような飛行は、有事に台湾包囲の一環として実施はできないのである。これは、 平平時に平和的関係を保ちたいと願 6. 台湾包イ図公表は情報戦の色彩が強いペロシモトマ会議長の包帯や今回の頼み政徳総統就任式直後に示した台湾を包囲するかのように示した演習会域の設定と図の公表には裏の狙いがある中国は台湾が独立を主張すれば今回のような公表で 台湾を包囲して海上封鎖を実施するぞと脅し、日本や台湾の人々に、それを映像化して脳裏に認知させようとする。これは、中国の台湾がもともと主権国家であること、及び独立を主張することをやめさせる情報戦なのである。だが、実際は台湾軍の防衛能力を踏まえて有事を考えると、ミサイルやロケットが飛び交う中で、中国軍艦がその位置で有力し、中国軍機が通過することは、 戦術的には不可能なのだ。中国軍のこれらの動きについて、日本のメディアが中国国営通信が流すものをそのまま解釈を加えずに、あるいは中国軍、台湾封鎖古事などといった表現を使って流せば中国の思う壺である。台湾や日本の人々が台湾有事の際に台湾が図にあるような形で包囲されてしまうのではないかというイメージを持たせることこそが中国の狙いだからだ。中国の情報戦。 人気戦に利用されることになる。メディアは中国の情報戦に利用されないように注意しなければならない。そうしなければ中国の情報戦の罠にかかることになる。